はい、どうもみさんこんにちは、たよです。今日もゼノブレイド2、前回の続きからやっていきたいなと思います。で、前回は、区切りよくね、第6章、傷っていうところで終わったと思うんですけども、その続きからね、やっていきたいなと思います。新たなる剣。剣かな？うん。誰かいない？右側に。あれが神かな？マルベーニ聖か。何か。ルクスリアに向かった天の聖杯の件でご報告が。構わん、入りなさい。失礼いたします。そうか、天の聖杯は真の手に。所詮は子供、その程度であった。厳しいね。それとも得られぬ力を得るか。聖火ヘルテル。は。儀式の用意を。承知いたしました。こいつなかなか闇深くないか。所詮は子供っていう。そうなるよな。兄貴、まだ起きてこないも。もう二日になるも。あれほどの傷を受けたわけですから、命に別状はなくても、体が休息を必要としているのでしょう。
大丈夫かな、あいつ。レックス！何それ。帰るんだ。は？帰るってどこに？どうしようかな。じっちゃんは小さくなっちゃったし、やっぱアバリティアかな。リックス、お前。アバリティアかな、じゃないよ。ホムラはどうすんだよ。あんた今の状況わかってる？記憶が飛んでるとかそんなんじゃないよね。記憶ならあるさ、ちゃんと。だったらいいんだ。いいって。天の聖杯のドライバーとか言われてその気になって、自分になら何でもできると思い上がって、でもほとんど何もできなくて。できたことって言えばホムラを傷つけることだけで、だからもういいんだ。いいわけないだろ。あの子はあんたを守るために捕まったんだよ。知ってるよ、でも無理だ。無理って。あんなすごいやつに勝てっこない。俺なんかじゃとてもかなわない。それがよく分かったんだ。あいつらといればホムラはもう傷つかないで済む。だから帰るんだ。もともと無理だったんだ。楽園もドライバーも俺にはサルベージャーの方が。こんなバカ野郎。痛いか。でもね、ホムラの心の痛みはこんなもんじゃないよ。もっと何倍も痛いの我慢してあいつらのところに行ったんだ。私たちを助けるために。分かってるよそんなこと。だからってどうすればいいんだよ。技なんて一つも効きやしなかった。デバイスの攻撃だって弾かれて、あいつには全く歯が立たなかったんだぞ。戦えば戦うほどホムラと光を傷つけて、だったら俺なんかそばにいない方がいいんだ。本気で言ってるの？あの子がどんな気持ちであなたの元を去っていったのかわかる？私がそばにいるとレックスはいろんなものを失ってしまうんじゃないかって。心配してたんだよね。だから私がそばにいない方がレックスも世界もきっと幸せになれる、そんな気がするんです。自分がいない方がいいとまで言わせて、それで何とも思わないの？あの子はね、あいつらと差し違えるつもりよ。そうまでさせて、それでもあなたはあの子と楽園に行きたいってあなたの思いはその程度のものだったの？久しぶりだね、父さん、母さん。俺ドライバーになったんだよ。すごいだろ。それでこの人はホムラ、俺のパートナー、とっても大事な人なんだ。俺ホムラと一緒に楽園に行くことに決めたんだ。この先、確かに言ってたね。何が起こるかわからないけど、ホムラと俺を見守っていてくれよ。もういいよ、私たちだけで助けに行こう。こんなやつ私たちの知ってるレックスじゃない。どこでも好きなとこに帰っちまえばいいんだ。皆さん、さすがにそこまで言わなくても。ここは女性陣に任せようじゃないかな。今のレックスは全然レックスらしくないですもん。たった一度負けたくらいで諦めて、情けないったらないですもん。だけどグダグダ言うんじゃないですもん。はな、そんなレックス見たくないですもん。花もご主人も本物じゃないですもん。だからレックスたちにすっごく憧れてましたもん。
レックスは今までとっても頑張ってきたですもん。レックスが頑張るから花もご主人も頑張れるんですもん。レックスは目標なんですもん。ずっとずっと走り続けていてほしいんですもん。だからこんなところで立ち止まっちゃ嫌ですもん。花、王子。ボン。親父がボンを呼んどる。王宮に行くで。ほう。ああ、こうなったのか。まあそうなるよな。まあ普段はね、カグツチさん、まあクールな感じなんですけど、まあここに限ってはね、もう、感情的になってしまうと。まあ、無理もないよな。まあ、カグツチさんに関しては、まあもともとね、まあホムラとかヒカリたちと、まあほぼほぼ親友的なところがあるからね。傷はもう良いのか？はい、もう大丈夫です。すまなかったな。私が天の聖杯を消し去ろうとしなければあやつらは。放っておいても、あいつらはホムラの前に現れた。王様のせいじゃありません。俺のせいです。500年の昔、この国は二つに割れようとしていた。アルスやブレイドとの自然的共存を目指すアデル派と、あくまで人間による統治を掲げアルスを利用せんとする反アデル派とにな。アデル亡き後、反アデル派の者たちは偶然得られたサーペントの制御コア、サンクトスチェインを利用しルクスリア王家を起こした。自分たちが英雄アデルの末裔だと語って。そうだ、父祖たちは人心を掌握するためアデルの名を利用した。やがてルクスリアは他国からの干渉を避けるため雲海深くへと隠遁した。アデルの血脈ではないという秘密を隠したままな。そして法王朝はそれを黙認した。なぜかわかるか？いえ。代わりにルクスリアが雲海から得る富、コアチップを毎年一定量献納させることを約束させたのだ。そなたたちに見せたいもの。俺たちに。なるほどね。これは玄武に流れるエーテルだ。アルスは雲海を摂取することでその活動エネルギーとしている。活動エネルギーはエーテル流となり全身を駆け巡る。それを精錬し結晶化したものがコアチップだ。この開花がその生産施設となっている。アルスの活動に必要なエネルギーの一部を取り出しているということか。ルクスリアの気温が低く作物が育ちにくい主因がこれなのだ。そんな理由があったのですね。コアチップは国家のエネルギー政策、軍事政策に欠かせないものだ。法王朝はそれを欲した。何のために？当時のアルストは限りなく疲弊していた。反面、自国の影響力の拡大を狙うには絶好の機会とも言えた。そのために法王朝が？結
果、ルクスリアは慢性的なコアチップ不足に陥った。あとはそなたたちが見てきた通りだ。極寒の地ゆえ作物も育たず、ルクスリアの民は貧しい生活を余儀なくされた。なんで雲海の上に出なかったのさ。自在に移動できるんならもっと暖かいところに行けばいいじゃないか。他国との接触を恐れたのだろう。他国との接触はアデルの伝承が偽りであると知られる可能性があるからな。それで鎖国を敷いたのですね。その通りだ。それから500年、天の聖杯の目覚めを受け、法王朝はサンクトシェインの教室を迫ってきた。拒否すればルクスリアの歴史をつまびらかにすると言ってな。脅されてるってことだよね。そんな、あの新書の中身、そういうことやったのか。もうたくさんだ。これ以上このルクスリアが民が困窮することには耐えられない。だから私は決断したのだ。それでホムラを。天の聖杯は法王朝の剣として使われる可能性がある。しかしその力を封じてしまえば、こうすることも可能かもしれない。今の生活からの脱却を掲げれば、過去の王家の罪も許されるに違いないとな。聖杯の力を利用しようとは思わなかったの？我らには過ぎたる力、その資格がないことぐらいはわかる。だが果たしてそなたにとってもそうなのか。あの時そなたの瞳を見た時、私は確信した。そなたにならば天の聖杯の力を託せるのではないかと。親父。だが結果的に事態をさらに悪化させてしまった。私の船舶な考えのせいで。この書は英雄アデルに関することが記されたものだ。これによれば、アデルは白の剣によって世界を滅亡から救い、赤の剣と共に姿を消したと書かれている。白と赤、光と炎の剣のことか。書を記した者はアデルに近しい者であったのだろう。この者は好奇心からアデルが姿を消した後、あるものを探しに旅に出ている。あるものとは？天の聖杯第三の剣。第三の剣。その剣は金剛石のように透明で、澄んだ輝きを放つ剣であったそうだ。だがアデルは終生この剣を使うことはなかった。いな、使えなかったのだ。なぜ使わなかったの？英雄アデルをもってしても、その凄まじき力の本流に耐えられなかったのだそうだ。剣の力を恐れたアデルはいずこかに剣を封印した。そして著者はこう綴っている。その剣こそ本当の天の聖杯の剣であるとな。レックスよ、そなたは真に敗北した。確かにあの男の力は強大だ。だが本当にそうなのか。天の聖杯とは一人のブレイドにも劣る程度のものなのか。こうは考えられないだろうか。そなたが天の聖杯の力を全て引き出してはいなかったからだと。俺が
二人の力を引き出せていない。王様、その剣はどこに？俺、その剣を手に入れたい。手に入れて、ホムラと光を助けたい。残念ながら、この書にも剣のありかは書かれていない。そんな…だが、リベラリタス当初軍のいずこかに封じられたのでは、と推測めいたことは書かれてはいた。困難だろうが、もし探し当てることができたなら…リベラリタスに…覚悟はあるか？あの子の本当のドライバーになる覚悟はあるのかと聞いておる。じっちゃん。じっちゃん。じっちゃんどうした？どっちじゃ、レックス。アルサ。当たり前だろ。俺はホムラと光の本当のドライバーになりたい。なって二人を楽園に連れて行ってやりたい。ならついてこい。わしが案内してやる。ちっちゃんが知ってるのか。ジークよ。なんや。王としてお前に頼みがある。珍しいな、雪でも降るんちゃうか。手とっくに降っとるか。天の聖杯の、いや、あの少年の護衛役を任じたい。レックスのか。うん、私はあの少年の瞳を信じた。あの輝き失うわけにはいかん。なんや、ずいぶん惚れ込んだもんやな。わかった、任しとき。頼む。まあ最初っからそのつもりやったけどな。まあなかなかね、まあ、話を聞けば、まあ、悪い人ではないと。うん。しかし女性ってのは怖いですね。おとなしそうな顔をして自分を消滅させるだなんて。そんなことをしたらあの少年も道連れにすることになる。計算づくだよ、全部な。花から脅しだったと？そうじゃねえ。あの小僧にコアクリスタルを与えたのは、真に破壊された心臓の代用させるためだ。天の聖杯のコアには全ての生命の情報が記録されている。それを利用したのさ。すごいな、そんなことができるだなんて。やっぱ僕らとは違うな。コアはな、常に外的情報を蓄積しているんだ。こいつらの傷の連動は同じコアを介しての、言ってみれば情報交換。味方によっちゃ確かに命がつながっているとも言えるが、いざとなりゃそれを切り離すことだってできる。というと？デバイスに攻撃命令を下す直前に小僧に残りのコアを渡すつもりだったのさ。それで小僧の心臓は完全に再生される。天の聖杯はコアを失ってもしばらくは存在できるからな。何のためかは知らんが、俺たちはそういう風に作られてるんだよ。シンはそれを知っていたから提案を受け入れた。小僧の生死なんてどうでもいい。だが、こいつは失うわけにはいかなかった。それだけさ。
矢崎村ね。はい、まあ、てなわけでですね、まあ、今回は話のキリがいいので、まあ、この辺りで区切っておきたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、まあ、だねー。